お疲れ様です。パーソナリティのカノンです。今日も動画を見ていただきありがとうございます。さて、今回のテーマは世界最高峰、海外が腰を抜かす日本の日常風景とは?をお送りします。私たちにとっては当たり前でも、日本を訪れる外国人たちにとっては、日本の文化やマナー、治安の良さ、物の利便性を追求したデザインなどに触れると、その繊細さに感動するようです。日本がいかに他の国とは違うかを伝えるとある記事に、海外から多くの驚きと称賛の声が寄せられています。私たちにしてみれば日常の風景ですが、一体外国人たちの目にはどう映るのでしょうか?以下、記事の内容を紹介します。現在バスの運転手はストライキ中のようだが、乗客から料金は取らずに運行を続けている。おかげで通常の生活を送ることができているが、バス会社はガソリン代の赤字に加えているはずの収益もない。なるほど、抵抗というの箱をあるべきだな。飲み物の缶には電磁が表記されている。FIFA ワールドカップ2014の時の話だが、日本のサポーターが試合後も残って、スタジアムのゴミ拾いをしていた。ほとんどの公衆トイレに赤ん坊を座らせておくためのベビーシートが設置されている。日本のマンホールは本当に美しい。このタイプのトイレをよく見かける。手を洗った水は次に流す時に使えるわけだ。大抵の小学校には管理人がいない。その代わり、なんと小学生自らが掃除を行うのだ。いつも使用している校舎への感謝の気持ちを表すとともに、どのように社会で生産的な存在になれるかを学ぶためだという。日本の新幹線はとても静かに走る。自転車のベルが壊されていたが、カゴの中を見ると誤って自転車を倒してしまい、ベルを壊してしまいました。本当にすみません。と書かれたメモと千円札が入っていた。買い物をした袋を道に落としてしまい、探しに戻ったところ、誰かが分かりやすい木の横に置いておいてくれた。日本のトイレにはホワイトノイズやリュウ水音が流れるボタンがついているので、他の人に聞かれているか気にすることなく用を足すことができる。東京の通勤電車で電車とホームの間に挟まってしまった女性を助けるために、その場にいた人たちみんなで電車を押して救助した。日本の排水路には鯉がいる。上り用階段と下り用階段が分かれていて、ほとんどの人はそれに従う。どこの個室が使用中か一目で分かるトイレがある。電車のシートを回転させることができる。日本人の素晴らしい発明の一つ、傘置きロッカー。建物の中に濡れた傘を持ち込まなくてよいし、傘を取り違えることもない。ボトルガムには小さい紙が中に入っていて、ガムを捨てたい時にそれに包んで捨てることができる。ショッピングセンターには無料の冷蔵ロッカーが設置されていて、食料品を買った後でもショッピングを楽しむことができる。電車を待つ人々、綺麗に整列している。日本では地上のクルーが出発する飛行機に向かって手を振り、お辞儀をして見送ってくれる。日本で泊まったホテルのベッドサイドランプは、片側だけ照らすことができる。日本の空港職員は、スーツケースを色ごとに分けて並べていた。日本人は、バスや電車、レストランや店などに並んで、長時間行儀よく待つことができる。子供たちは、自己訓練や協調性と相手への尊敬を学ぶために、幼稚園の頃から整列することを教えられる。新幹線トレイユ、翼には足湯が設置され、リラックスしながら旅行を楽しむことができる。
大抵の車は後ろ向き駐車をする。東京のつくばエクスプレスは20秒早く発車したことに謝罪。このエレベーターには座れる椅子がついていて、緊急時には簡易トイレになるようだ。日本のレストランのディスプレイには偽物の食品サンプルが飾られていますが、どれも本物そっくり。日本の ATM には高齢の年齢層が多いことを考えて杖置きが設置されている。観光スポットにはスマホを置くスタンドが設置されているところがあり、セルフィーを撮ることができる。日本には300カ所以上のスクランブル交差点があり、斜めに横切ることができる。このタクシーにはゆっくり走行してほしい時に押すボタンが設置されている。病院によっては記入台には年代によって違う度数の老眼鏡が置かれている。日本のホテルは朝の4時に1分間インターネットが使えなくなることを謝罪してくれる。私が働いているビルのエレベーターホールには外で雨が降っていると傘マークが点灯し知らせてくれる。日本では玄関で靴を脱いでスリッパに履き替えるだけではなく、トイレでもトイレ用スリッパに履き替える。自動販売機で産み立て卵が買える。日本のコストコ、フードコートではみんなカートをきちんと並べている。試着室での説明書き、顔をフェイスカバーで覆ってファンデーションなどがつかないようにしている。日本の爪楊枝には先っぽにミントがコーティングされているものがある。日本では冷蔵庫に収まりがいいよう四角いスイカが売られている。この小便器にはゲームがついていて、用を足しながら遊ぶことができる。財布を置きっぱなしにして寝れるなんて日本だけ。電車には喫煙室がある。この手すりは階段に沿って曲がっている。海外の反応。ここでこの記事を見た海外の人たちのコメントを紹介します。誇らしいことにこの国で育ったよ。完璧な場所、美しい国、フレンドリーな人々といつもいろいろなことに驚かされた。あの時間は宝物だよ。また日本に戻って生活したいな。日本には2度行ったことがあるわ。今まで訪れた中で一番良い国だった。美しい街並みと親切な人たち、一生住みたいくらい。自分の国で当てはまることって言えば、ミント味の爪楊枝くらいね。それも中華料理店にしかないし。私が日本にいた時、朝の満員電車で前に立っていた老婦人にジェスチャーで席を譲ろうとしたの。その方は微笑んでお辞儀をして断ったんだけど、そのご婦人が降りる時、こちらを振り返ってまたお辞儀したのよ。友達にどうしてお辞儀するのか？と聞かれたから、私が席を譲ろうとしたけど断ったからよって教えてあげた。こんな礼儀正しい態度に心が温かくなったわ。こんな国本当に実在するの。いかがでしたか？当チャンネルの感想ですが、正直一部は私も知りませんでした。用を足しながらゲームできるトイレなんてあったんですね。しかしやっぱり日本の民度や清潔さは世界最高と言っても過言ではないでしょう。よかったら皆さんの意見や感想も聞かせてください。それでは最後まで見ていただきありがとうございました。